さて、行くか。さあ、来るなら来いよ。何？くらえ！な！貴様には、もう逃げ道がなくなったぞ。残念。惜しかったな。まだまだこれからだ。今度は本気でやらせてもらうぜ。行くぞ。ふざけるのもいい加減にしろ。そうだ。しまった。中井に拾ってもらって接近に気がつかなかったか。なんだあの変なやつは。とうとう記念すべき日がやってきたのだ。この私が17号18号と合体し完全体になる日が。貴様の相手はこの俺だ。俺が浮気だ。たまれ魔境包囲団。まだまだこれからだぞ。激烈光弾。バカな。この私が。これで邪魔者は消えたな。さあ勝負を再開しよう。いいだろう。決着をつけてやる。激烈光弾。俺の勝ちだ。17号17号をここまで追い込むなんてやるじゃないか、あんた。覚えておけ。孫悟空を殺そうとするなら、この俺が立ちはだかるということをな。ち、今日は妙な邪魔が入ったからな。孫悟空を殺すのはまた今度にするか。行くぞ、16号、18号。さ、すごいや。たった一人で人造人間たちを追い返しちゃうなんて。ひとまず助かったぜ。今のオラじゃあいつらにも
苦戦したったろうかな。まだ安心はできんがな。あいつらはまたお前を探して現れるだろう。だからお前も修行を怠るなよ、ご飯。はい。セルの脅威、そして一時的ではあるが、人造人間たちを打ち倒すことができたピッコロだが、次なる強敵に備えてご飯たちと修行を続けるのだった。